トッテンビル駅は、スタテンアイランド鉄道の終着駅で、スタテンアイランドトッテンビル地区のメインストリートと、アーサー・キルロードの近くにある。また、ニューヨーク市、ヒーテはニューヨーク州で最南端に位置する駅となっている。フェリー乗り場1860年6月2日に、開業した。1880年代までは、複数の造船所が近くに存在した。また、 開業時から1885年までは、機関車の整備を付近の造船所で行っていた。また、1867年から1948年までは、駅の付近からパースアンボイへのフェリーも発着していた。その後、1929年9月3日には、近隣火事の影響で、駅は、全焼、第3機場などに大きな被害を与えた。 再建には20万ドルも使用した。休止期間中は、隣のアトランティック駅を発着していた。2008年12月26日の朝ラッシュ時に、当駅の車止めに列車が衝突した。この運転手は、家族でのクリスマス祝いのため深夜遅くまで起きており、そのために運転中眠っていたことで発生した。2014年5月29日、2008年に発生した同じ箇所で、 回送列車による衝突事故が発生し、運転手と車掌は怪我を負った。駅は島式ホーム一面二線の構造だが、東側に留置線を3線備える。5本の線路は南側の車止めで終わっている。出入り口は以下の2カ所である。ありがとうございます。